あんたら次弾発射準備開始。最後まで諦めるな。なぜだ。マルデックの AI は正しかったはずだ。拡張観測機に異常だと。まさか。ええ、一杯食わされていたようですね。これって存在自体が揺らいでいる。キンケイド補佐官、君か。ああ、オリジナルは保険として必要なのでね。とはいえ失敗を狙ったわけではない。実際にここに本物があるのも事実だ。ただしあるかないかが両立する重ね合わせの状態にさせてもらったが、すり替え、いや仕込んでいたのか。ルネ、てめえは契約期間中だ。捕らえるぞ。おう、了解だよ。ルネ、なんて制圧術。いか、離れろ。我は白き夜明けをもたらす獣なり。ルネ、お前どうして。ゾルガを超えた夜明けをもたらす第三の魔装機グレンデル射台の力、少しばかり見せてやろう。抜かしやがれ。気をつけて、あらゆる意味で普通じゃないわ。斬士どもにも似た、いやそれだけではありえぬ霊圧。支援シャード全開、危機管理 AI のリソースも借ります。ルネ、洗いざらい吐いてもらうぜ。今の今まで黙ってやがった裏事情、カウントダウンを止める方法込みでな。うん、だからお前は甘いんだよ、バン。好きにはさせん。お互い引き返さないところまで役目を果たさせてもらうぞ。全力で行くぞ。無理しちゃダメよ、頼みます。決めるぜ。私の本気受け止めてちょうだいね。そのまま眠りなさい。グラウル、
やあ、キッテアマさん、どうしてこんな。アニエスさんのことだって。それに白きの後をもたらすって、その言い方はまるで。君たちが知る必要はない。染められた世界は
新たな終わりと始まりを迎える。人は神を殺せなかった。だが夜明けは必ず実現する。たとえ何を捨てようと、手前勝手なことを言ってんじゃねえ。結局はてめえのやりたいことをやるだけだろうが。勝ったら俺だって同じだ。てめえを乗り越えて俺の流儀を通させてもらうぜ。ルネ禁制の、やれるものならやってみるがいい。ファンアークライド、うっつりさ、やめろ。そこだ。息巻いて、もう終わりか。はあ、ちょいとサービスしてやっただけだ。せいはっ、ほっ、よっ、せいはっ、よっ、よっ、よまだ終わりじゃないみたいだね。たちがいい、ヴァン。運命を前にお主自身を貫くためにも。テオカスは、うん、私たち自身のためにも。それを決めるのは俺たちだ。フィナーレと行こうぜ。ダイファ駆動、翼を導けたら。ライツオブアーケリア、どうせお願い。その身に焼き付け、おっか、果てるがいい。サイクストリーマー、力の一投、ザンクアインソフオール、燃えるね。さあ、新規こいつ行くよ。はずふくよもな、我がたちは興味そこら新霊月一戦。全力で行くわよ。みんなついてきて、どうレバナス加勢するぜ。このまま攻めるわよ。
省しよう。加勢しよう。はじめつくやんが、我がたちは今日にそこだ。真レイゲス一戦負けられない。ガンガン行くぞ。ザイファー駆動。やっ援護するぜ。どうする。こちらの手番だ。負けられない。剣の力。さあ立ち向かいましょう。負けられない。神なる我が炎独刀だが果てるがいい。最悪スリーマー。
それで罪だよ。速やかに武装解除。いや、罠だ。連れた未来の己たちを重ねたのか。初見でそれを見抜ける方が驚きではある。グランドリセットまで残り5分。そろそろ時間だ。これで失礼する。失礼します。カッカ、この3年いろいろと勉強させていただきました。お嬢さんのことは残念かもしれませんが、これも彼女の選択でしょう。待て、まさか君たちは。いや、アニエスはこうなることを。せめて最後の挨拶くらいはされるといいでしょう。それじゃあな。ケイドさん、やっと来たかい。いいんですね、お嬢さん。はい、もう準備もできています。お疲れ様だ、ラトーヤさん。クレイユ丘陵からでしたか。そちらこそお疲れ様です、ドミニクさん、キンケイド君も、そしてアニエスさん。手順はもう分かっていますね。エプスタイン博士、あなたのひいおじい様は世界に替えのきかない保険をかけたのです。ただし、その保険はあなた方が受け継いだある因子を通じてのみ本来の機能を発揮します。 AD、 そして残滓を名乗る者たちは兆し、本来この時代に現れるはずのない者たち。今回のゼムリア時空が揺らぎ始めた証拠でしょう。ですが、あなたのお父様が果たされようとしている剣を突き立てる計画が成功する可能性も高い。そうすれば私の小細工など無駄に終わり、エプスタイン先生の保険も必要なくなります。リリアさんにソフィーさん、あなたのおばあ様やお母様に習うのではなく、アニエスさん、あなたはどうか、あなたが一番大切と思えるもののために選択してください。はい、任せてください。お母さんとおばあちゃんの真実と思いにも触れられました。二人が大切に受け継ぎ、今日この日に私に託された希望、ゼムリアの未来のためというのは正直ピンときませんけれど、大好きで大切な人たちのために、それはみんな同じだと思いますから。ありがとう、本当に。そう決めてしまったのですね。
今回はまたものすごい場面に立ち会えたな。教会に蛇か。言っておくが、邪魔はするんじゃないよ。まあどちらもここまでは手をこまねいて見届けるのみだろうが。ええ、アニエスさん、あなたの決断については尊重しましょう。ただしラトーヤ・ハミルトン、あなたへの裁定は覆りませんが。ええ、当然でしょう。ニノさん、博士も確かに僕たちにとって第三段階はむしろここからだからね。こんなすごい形で佳境を迎えるのは今回が初めてなくらいだけどさ。私としても博士への義理は果たした。マスターもお望みのようだし、存分に人の可能性を見せてもらおうかな。やれやれ、君たちと似たような印象を持たれたくはないのだが、補佐官殿にはしてやられたよ。だがまあ、それはこちらも同じか。ああ、博士と密かに連絡を取り合っていた意味ではな。エプスタイン先生の出身に関わるんだったっけ。ええ、この事態になった時にのみこの場の立ち会いを打診されていました。グランドリセットまで残り3分。当タワーによるオクトゲネシスを使用したグランドリセットへのハッキングを開始しました。ディーバモードを開放してください。適合後継者タイプクローデル。はい。この光はどこか暖かいのに、なんだか悲しくなるような。それでも登らなくちゃいけないのね、夢。うん、きっとアニエスちゃんがいるから。やめるんだアニエス。お父さん、無事この場をつかんだか。何度も言っただろう、お前が背負う必要などないと。ソフィーとお母さんと同じ道を選ぶつもりか。同じじゃありません。だから心配しないで。お父さんには心配かけっぱなしでしたけど、少しくらいは背負わせてください。おい、何をするつもりだ。パンさん、フェリちゃんに、みんなも。アニエスさん、ダメです。よくわからないけど絶対に反対です。色ボケ小娘が勝手に悟って腹くくってんじゃねえぞ。おめえは諦め悪くおっさんを振り向かせようとあがいてりゃいいんだよ。そこに突っ込む？でもそうよ、そのうち嫌でも無視できなくなるでしょ。っていうかニラ、あんたはあんたで何をやってるわけ？それはともかく、事務所の仲間として到底捨ておけません。そうだよ、僕の時だって寄り添ってくれたじゃないか。クランマも一体何をしようとしてるのさ。いかに人類の未来のためといえ、全てを彼女に押し付けるおつもりか。
残念です、先輩。改めてお話ししたかったのですけど。他の場所にもつなげたわ、アニエス。一旦考え直しなさい。そうだよ、アーちゃん。何かとんでもないことしようとしてるんでしょう。まさか赤い妖精だった私みたいに別の存在として何かするとか。それもひょっとして取り返しのつかない形でじゃないのか。考え直して、アニエスちゃん。きっと道はあるから、絶対にあるから。らしくないわよ、アニエスさん。今まで彼らと一緒に乗り越えたんでしょ。そうそう、やっぱり君がいないとハークライド解決事務所じゃないんじゃない。グランドリセットまで残り1分。ありがとう。ごめんね、フェリちゃん、カトル君、ナーディアちゃんに、スイン君、ラピスちゃんも。すみません、バンさんにレン先輩、アーロンさんにリセットさん、ジュディスさん、エレインさんにベルガルドさん、シズナさんも。ちゃんと相談できなくて心配ばかりかけて。解決事務所の助手失格ですね。どうかクビにしちゃってください。クビってのは雇用主がやるもんだ。勝手は許さねえぞ。それにお前、おとといわざと制服着てきやがったな。俺が断りやすいようにお前自身が覚悟を決めるためだけに。バレちゃいました。少しはずるく食えなくなったでしょ。ブランドリセットまで残り30秒。29。いいから、とにかくそのクソったれな仕掛けを。これが回転ですか。うん、鋼を制した後に不可避となる世界の定めじゃ。黒神との決着も含め、己が太刀を見出すがいい。いやはや、夢として終わればよかったものを。是非もあるまい。ならばせめて心残りを果たすまでだ。ごめんなさい、またあなたたちに背負わせてしまって。
いつか帰る。あなたのために。